もうおなじみ様ばかりでございますので、ご説明とかこの店のどうこうということはもう申し上げませんのでございますが、今日は、大阪から菊原初子先生にはるばるおいでをいただきまして、珍しい夕霧文章というのと、それから三味線組歌の細り、それから最後に、雪というふうに3曲お願いすることになっております。これは、実は私もかねがねこの菊原先生の、に上京していただいて、これをこの舞台でと思って念願しておりましたんですが、ここに今日も解説をお願いいたします平野賢治先生が、非常なお骨折りいただきまして、この舞台が実現いたしましたので、これから平野先生のご解説をいただきながら、最初に三味線組歌の細りと、それから夕霧文章をいたしまして、そして休憩をいたしまして、そして最後に雪をお吹きに入れるという、こういうことにさせていただこうと思っております。なおこの録音、これを録音いたしますが、これ永久保存で録音をいたしますので、拍手は止め鉢が終わりましたところでお願い申し上げたいと存じます。それでは平野先生から、今日の曲につきましてのご解説をお願いいたしたいと存じます。お願いいたします。ご紹介に預かりました平野でございます。おなじみの小山さんの機微に伏しまして、歌舞伎座でイヤホンガイドなどをもやっておりますもんでございますけども、本日はこの上方の音楽を聴こうということでございます。で、ここの小山邸、江戸のこの芸能はもう非常にその江戸の粋を集めたようなものはこうしばしば行われております。たまにはこの上方ものもいいんじゃないかと。でもこの小山邸の所在地が本当は昔で言うと江戸からちょっと西の方に外れておりますから、やや上方に近いと、で代官が支配してた代官山でございますから、よろしいんじゃないかと思いますけれども、大阪と申しますと、実は、この言葉で申しますと自由歌とこう称しておりますけど、この自由歌という言葉は本当は非常に新しいございまして、大阪の人は本当は自由歌とは自分では言わないわけでございます。もう大阪で歌といえばこの自由歌のことに決まっております。で同じように浄瑠璃といえばこれも義太夫節に決まっておりますので、向こうではわざわざ区別して言わないんでございますけれども、今日では区別する必要上こう自由歌と申しております。でこれにそのおことがくっついちゃいまして、自由歌とおこととは非常にこの切り離しにくいようになって今日来ておりますもんですから、ややもするとこう東京では奏曲という方が有名でございますので、奏曲ということで説明する場合もございますが、本来は三味線の音楽としてできたものでございますので、地唄といった方がよろしいんじゃないかと。で本日また後でご紹介申し上げますけれども、この、菊原先生、菊原初子さんでございますけども、これは大阪のですからお琴の方でいうと生田流、そしてこれが三味線の方でいうと野川流と申します。ですから、地唄という場合には野川流の地唄ということになるんだと思いますけれども、一番初めに聞いていただきます三味線組歌、どうも私この教師をしておりますもんで説明が非常にこう固くなって恐縮なんでございますけれども、小山さんの方で教師向きにプログラムを組んでくださいまして、歴史的に古い方から新しい方に並べてくださいましたので、私としては大変説明しやすいんですけども、一番突破しに行いますのが、これが三味線組歌でございます。で三味線組歌と申しますと大体16世紀、1500年代でございますね、ぐらいにその日本に三味線が伝わってきた時に同時にできた曲ということでございますが、これが実は32曲ばかりございます。でこれは後で聞いていただければ分かるんですけど、これを空で覚えるなんてとんでもないことでございまして、1曲だけでも私ども全然ダメでございます。これはもう同じような手ばっかり続いてるんです。でしかも特色のあることが、
この本手というような言葉で申しますが、普通の三味線の音楽と申しますと、歌があって手があると、手の方は伴奏でございますから、歌の合間合間に入れるとか、歌と同じ旋律を弾くとか、そういうもんでございますけれども、この三味線組歌の場合には三味線の伴奏に歌がなっているというような感じでございまして、年がら年中手が動いているわけでございます。で、本当は別なもんじゃないかと思うぐらいに、手は手、歌は歌でできておりまして、それをいっぺんにやるというんですから、大変なことでございます。で、しかもその野川流三味線組歌32曲、実はもうやる方がなくなっちゃって滅びかけていましたのを、この本日演奏してくださいます菊原初子さんのお父さんの菊原琴司という方がいらっしゃいます。これはもうその三味線組歌をこの死守するために、守るために大阪を絶対に離れなかったという、大変な大阪では名人であった方ですけども、絶対に東京に出てこなかったために、割と名前が東京では知られていないという恨みがあるわけでございますが、少し前の時代の、結局大阪系の地唄を代表する方、富崎春章さんと並んでこの菊原琴司さん、このお二人の名前は、日本の音楽史上に残る方じゃないかと思います。で、この菊原さんのご先代が残していただいたおかげで、大阪にはこの32曲丸々残っているわけでございます。で、それを、忠実にお伝えになっているのがただいまのこの菊原先生でございますので、三味線組歌は聞きようによってはこの非常にこれ長くて退屈で、何しろ古いものでございますから、お聞き苦しい点があるかもしれませんのですが、ただその中でも一番の秘曲と言われております細りという曲を、これが比較的短いものでございますので、ですから本当の三味線組歌はもっともっと長いのがいっぱいございますけども、細りを今日はご鑑賞いただく。で、これが三味線組歌はほとんど大部分の曲が本調子でございますけども、例外が2つございまして、老妻という曲だけが2上がりで、この細りだけが3下がりになっております。で、この細りの歌詞そのものは民謡なんかでも伝わっている歌詞でございます。で、江戸時代の初めに流行り歌として、老妻とか片橋とか細り節とか投げ節とか、そういったものが流行ったと、その細りをこうなんていうんですか、取り入れまして、で三味線組歌の形式にしちゃっております。ですから純粋の流行り歌の細りとはちょっと違う、やっぱり三味線組歌らしくなる。ですけども三味線組歌として見るとまたこれ例外でございまして、ちょっと歌の方が非常に戦術的にできているという、非常に面白いものでございます。で、昔はこの三味線組歌を やらなければ本当の三味線の専門家ではないと。で、このお琴の方にも組歌がございますけども、お琴の組歌と三味線の組歌を全部覚えなければ、お所さんたる資格はなかったわけでございます。いつの頃からかそれを全部やめちゃったお医者さんがたくさんできるようになっちゃったわけで、これ大変遺憾なことだと思うわけですけれども、つまりあらゆる三味線音楽の基本の手が三味線組歌の中に全部入っていると言っても過言ではございません。本日もお聞きいただければ分かりますけれども、こう打って弾く打ち弾きの手であるとか、そういうのがいっぱい出てまいりますし、またこれは地唄特有のこのする音でございますね、が非常にいっぱい出てまいりますけれども、そういった点ご注意いただきながらご鑑賞いただけると、よろしいんじゃないかと、思います。また木原先生ご自身のことも後ほどご紹介申し上げますけれども、まずは、この三味線組歌から、ご鑑賞をいただきお願い申し上げます。
Thank you.
曲になっているといったわけでございます。で、他の三味線組み歌はもっともっとたくさん6つ以上の曲が組み合わされて1曲になっております。で、まあ、ただいまの演奏を伺っておりますと、例えば普通の地唄の曲、京物なんかの曲で、木倉先生、この例えば三山寺市の三味線なんかこうものすごい演奏なさいますんですけども、その秘密はやっぱりこのこうした三味線組歌の基本的な手というものを全部マスターしていらっしゃる、そのためであるということがお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけども、でこの地唄の中には今の三味線組歌を基本にいたしまして、それから、その今度は一曲でずっと意味が分かるように長くしちゃった曲を地唄で長唄と申します。でこれは江戸長唄とはちょっと違いまして、地唄の長唄ものというのがございます。でその組歌にも長唄にも入らないものを、それ以外の半端なものという意味で羽唄と言っております。でこれも江戸の羽唄とは意味が違いますんですが、地唄の中で一番まあ多い曲と言いますと、そうした羽唄ものになるかと思います。でこの羽唄の中には頭から羽唄として作りましたものと、何か他の曲があって、それを例えば芝居で作った曲とか浄瑠璃で作った曲とか、そういったものを部分的に取り入れて羽唄にしたものもございます。ですから古い方の羽唄にはそういった芝居や浄瑠璃から取り入れたものが多くございますが、ここで、まあ、あまり東京では演奏されることがない、夕霧文章という曲、これは作詞が近松門左衛門と言われておりますんですが、さあ近松が作ったかどうか私どもこれ責任を持って調べなきゃいけないんですけども、近松の現存の義太夫節の脚本の中にはございません。おそらく義太夫節以外の作品だと思います。そしてこれを地唄に取り入れましたのは、近松さんのまあずっとあの後のこの親戚になっちゃう人で、綾子播磨、近松東南という人がおりますけども、この近松東南という人が大体安永と申しますから1700年代の後半でございますけど、この辺りで地唄に取り入れたらしゅうございます。で曲はこの夕霧という通り、もう主人公は夕霧でございます。本来島原にいたんですけども、大阪の新町に、まあ、移ってまいりまして、その扇屋という、でそこでドル箱になっちゃった、歌詞にもその扇屋の金山とという言葉がございますとおり、その扇屋の御職になったわけでございます。でその夕霧太夫、恋人が藤谷伊左衛門でございますね。でこれはもう実在の人物でございまして、大体17世紀の後半ぐらいに実際にいた人物でございますけれども、その伊左衛門のことを、松にしがらむ藤かずらなどと言葉の中に入っております。でこれは、まあ、歌詞は何でもないんでございまして、掛け軸の実はだるまさんがあるとよろしいんでございますけども、だるまさんの掛け軸が面壁9年なんて威張ってるけども、私の方は苦害10年だと、お前より1年多いとってなことを威張った末にですね、だけども恋人の伊左衛門はなかなかやってこないからけしからんと、もう嘆いてるだけの歌でございます。それほど長くはございませんですけれども、まあ、羽唄の古い形式のものとして、まず夕霧文章、これをご鑑賞いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
それじゃ あのここでお休みいただきますけども、お休みになる前にちょっとあのいろんなことをあの聞かさせていただきたいと思います。木原先生、あの明治32年の大間でいらっしゃいますので、あの、まあ、あの関西の女流もちろん代表する方でいらっしゃいます。で、あの現在大阪音楽大学の教授、それから総合女子大学音楽学部の講師などをお務めいただき、若い学生たちにも、まあ、音楽、法学をやろうという学生、あるいはあの法学を研究しようという学生などにも、あの教えていただいておりますけれども、まあ、あのいろいろな意味であの先生にお伺いしたいこともございますけれども、今の例えばあの湯切り文章でございますけれども、普通の地唄の羽唄門とちょっと趣が違いますでございますね。そうでございますね。なんかちょっとあの義太夫がかったようなとこもございますし、何もわけわからずにただ時間を流したばかりでございますが、これでおやりになる方はあんまりいらっしゃいませんね。そうでございますね。もう私らの専門のうちにも古い人はね、いたしましたけど、この頃の人は一応風にはしておりますんですけども、私も年で声も出ませんし、息が続きませんので、うっさいくの。何かこれはあの、ご先代が特にいろいろ手をお加えになったというようなところございますでしょうか。いえ、あの歌詞だけね、はい、あの色ごと知らぬ殿たちはというのを、だるまさんの後のところですね、はい、あの愛の手の後、はいはい、私に載せるときに、はい、色ごとというのをなんとか、何も私分かりませんのですけど、はい、情けにも知らぬこれはあの父が勝手に直しましたものか、どこぞにそんなございましたのか、はい、それは存じませんのでございますけど、はい、あの木原先生、何しろあの谷崎潤一郎さんの、春金賞の、モデルと言われた方でございますので、ところが、まあ、あの実在のこの木原先生の方は全然色ごとに関係がなくて、あのずっとこの通りお過ごしでいらっしゃいますんですけども、ただその立ち振る舞いとか、あるいはこの芸に関する熱心さというようなものが、谷崎さんのお目に留まって、そしてあの新規賞のモデルに、されちゃったわけでございますけども、まあそんなこともありまして、きっとあの色ごと知らぬかなんかに、まあ、情けを知らぬにお金になったかどうかと思いますんですけれども、あのこの後で演奏していただきますのは、これはもう皆さんご存知の雪でございますけども、何かこの雪についてちょっとご注意いただくとか、難しいところとかいったんございますでしょうか。あの雪はもう何遍弾かせていただきましても、しんどい曲で、あの三味線の音も難しいございますし、節も難しいございますし、とにかく雪はあの本当に何て言いますか、あの精力のいる、なんかあのこう歌い出しがちょっと、ね、あの、はい、なんかその辺、あの花も雪も、ね、雪も払えばというところまで行きましたけど、初めの葉の 出方が難しいございまして、はい、私らどもとってもあの本当 の花になりませんのでございます。あの演奏後でゆっくり聞かさせていただきたいと思います。何かあの皆様方で、この際せっかく大阪からいらっしゃいましたもんですから、あの木原先生にあのこうお伺いしておいた方がいいということでございまして、私代わって、ご質問申し上げます。何かございますでしょうか。何かございませんでしょうか。あの小鳥先生からお教えを受けられたということについての、はい、何かあの思い出話でございます。はい、小鳥先生からあれですね、あの特にこのもう一つ、そのご先代の菊江健業さんと、両方からお習いになっているわけですけれども、特にこの組歌を、お習いになるのに、組歌はつまり男の弟子にしか教えないというような、立場を、おじい様もそれからあのご先代も取っていらっしゃったようでございますけれども、こうやって今日菊江先生が伝承されているところ、その辺の事情をちょっとご説明いただけますか。はいはい、あの私 あの祖父があの私を割合に小さい自分から、まあ、あのやかましい言うて教えてくれましたようでございますが、その自分はあんまり幼すぎまして、
ただおじいさんは怖い怖いと思っておりましたんですけど、また祖父の教え方申しますのが、まあ、今日こういうふうな手で教えてもらいました思いますと、2、3日しましたらまた手が細かくなりまして手が変わりますので、昔はそういうふうなお稽古の仕方があったそうです。ちょっとできてきたと思いますとまた難しいな。節もその通りで、初めはあろうにこいでえっと思って教えておいてもらいまして、その通りしますとまた今度ちょっと難しいような教え方で、それを私がそういうふうな教え方してもらいますと他のお弟子さんがみんな笑いますので、だんだんちごたことを言う言うて、それで私はそれを父に申しましたら、まあ、父が私の祖父に父にいたしましたら義理の父になります、師匠になります、私の祖父がね。でもうね、初のお稽古はねせんと置いといてくれやすいって父が申しましたそうです。そしたら祖父が怒りましてね、私の父にでも祖父は貴様貴様申しておりましたよ、覚えております。貴様はね我が子にちょっと仕込まんと、弟子たちにばっかり仕込んでるけども我が子に仕込んどかなかったらどうするか言う、結局私のことでいつも喧嘩がございましたりして、私も幼な心にね本当はこういうことで今頃こういう長生きさせていただきまして、未熟な芸でこうして立たせていただけるとその自分には思っておりませんでございましたですけど、祖父も亡くなりまして、父もちょうど戦前19年に亡くなりまして、その後私が若い自分割に病ようございまして病弱で、それで父もそのように思っておりましたんですけど、組歌だけはお琴も三味線も父が手を取って教えてくれました。そういう片田山の夕霧文章も教えてもらいました。で時々そんなで父に連れられまして舞の字に参りましたりで、舞台で一緒に弾かせてもらいます時に私は父の歌の細かいとこなんか聞いて覚えさせていただきました。父はこういうこういうとここういうふうに言ってた、常のお稽古で覚えたんでなくて、いつも舞台で一緒にさせてもらいました時にちょいちょいと盗ませていただきました。それがただいま芸の力はもうできませんのですけど、形だけ覚えさせていただいてますのでございますが、そんな風でございます。それでお疲れかと思いますので、また後の演奏に呼ばせて、じゃあこの辺でちょっと休憩ということにします。えらい高いところです。